はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのルンです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけど、はい、ちょっとね、先日東京行きまして、田中正幸さんと、ね、はい、トークさせていただきましたけど、 その中で、はい、話題で出たんですけども、まあ、僕たちが本当にアーティストをけなさないよねって言ってらしたんですよね、はい、言ってらっしゃいました、はい、でまあまあその通り僕らも気ぃつけてというか、そういうふうにやってるんだけど、はい、なぜそうしてるかっていうのをね、はい、まあ、これ意外と話したことないかなと思って、僕らがそのアーティストをけなすとかあんまり話した、なぜかっていう理由ってあんま話してなかったような気がすると思うんですけどね。あ、まあ一個の題材として取り上げるっていうのは、そのちょびちょびは言ってたと思うんですもん。これ一個の動画でやってるってなかったと思うんで、まあまあ大事なことでもあるんかなと思うのでやっとこうかなと思うんですけど、はい、まあでもそのけなすっていうか、そもそも我々がそないな立場やないと、それは自分が重々分かっておりますと。まあね、まあ、言うたらこんなちっちゃい小物がね、けなすだなんて、そう、お前らはどないやねん、そうなるんで、逆に僕らは勉強をさせてもらってる立場で、そうですね、何を、はい、でそれもあるんですけど、ね、あのね、その動画でランさんが驚いたり、僕らが、まあ、僕もその驚いたりすることあるんですけど、うん、あれガチなんですよ実は。まあね、演技は一切演技ではなくて、でなぜけなさないかというと、そもそもそういうところに僕目がいかないというか、目につかないんで。そうですよね、だからそもそも取り扱ってるアーティストさん、うん、いや、あの、うん、すごすぎて、うんうん、悪いところ、あるんすかぐらいのね。まあそ、まあライブとか行くじゃないですか、うんうんうん、ほんでやっぱりライブとかって全然違うかったりして、思ってたよりも想像はるかに上だったりするんで、うんうん、もうそういうこともあって、別にそのけなす必要がないっていうか、なんで逆にその見てる人がそれを求めんねやろなっていうのはちょっと不思議ですけどね。あのここ の,、うん、あのルームさんのこのチャンネルを見てる人は、はい、赤が来た、はい、チャンネルを見てる人はそういう人いないと思うんですけど、うんうん、なんか予想を見てると、なんかこう、なんかたまにコメントでも来るんですよ、アンチじゃないですけど、はい、ちょっと否定のコメントで、褒めるばかりじゃなくてけなすことしなきゃダメだみたいな、なんかお前誰やねんみたいな。いやでも、あの正直で、それって何のメリットあるんですか。せなあかんって、せなあかんって、せなあかんって、それおかしないと思う。せなあかんって、じゃあそのせなあかん理由をちゃんと明確に述べてくださいっていう話じゃないですか、うんうん、ね、うん、あの、そもそもこの人をけなさないかんよねっていう、けなしたいよねっていう人、動画でやらないか、やらないです、そんなマイナスなこと、はい、やらないです。だからマイナスって好きな人いるんだなと思います。まあ、でもまあね、人の不幸は蜜の味っていうのはなんかあるじゃないですか、言ったら、まあ、マイナスなことを言ってるのが好物やいう人もいてるんで、中にはね、僕らはもう一切そういうことはやらないでおこうって、うん、これはもう YouTube やるときから決めてるん で平和に、その見てる人もいろいろいるじゃないですか、その一つのアーティストのファンにしても、うん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 、ちょっと考え方の違う人もいたりとか、いろんな考え方の人がいるんで、ファン、はい、同じファンでもそうなんで、うん、だからなるべくその皆さんが見て楽しめるというか、うん、ほっこりできるような動画にしていこうかなっていうのは、これはもう当初から思ってたことなんで、うん、何をわざわざそんな炎上するようなことやらなあかんやろみたいな。たまにそれをするべきだって言ってくる人いるんですけどね。でも正直言ってね、いや自分でやったらええやんと思うんですよ。いや、そうなんですよ。ご自身で、うん、ちょっと、まあ、悪い手を述べるみたいな感じの番組を作ればいいだけの話で、自分でやってみって思うけどね、それをね、僕はその言ってきた人にはね、そうです、そうです。一回自分でやったら分かるよと思うけど、どういうことかっていう。でもね、やっぱりこう悪いことを言うときって、うん、あまり良くない作用が起こるわけじゃないですか、まあ、自分たちの見栄えもそうなんですけど、ね、自分のメンタルにも悪影響を及ぶんで、そうそうそう、これマジなんですよ、ね、で YouTube とかでも、要はそのほら今暴露系とか流行ってるやんか、はい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 、暴露系とかいう過激な YouTube ばかり見てると、はい、その見てる人間もどんどんマイナスエネルギー溜まってくるんですよ。でそういう人間になってくるんですよ、ね、あれ、うんうん、あれマジ怖いですよ。僕も一回そうでしたもん。変な YouTube ずっと見てた時、ずっと過激なばっかり見て、もう頭おかしになりそうになって、ほらあかんわってなって。いやだから人間の
発する言葉のなんかもうパワーってすごいじゃないですか、うんうん、だからあの、ね、結構たかが YouTube やけど見るのは結構気をつけないと、ある意味なんかずっと見続けた洗脳みたいな感じになってきますよね。これね気づかん間にそうなるんですよ。僕でもなるぐらいなんで、だからあんまりそのマイナスのことを発信する YouTube って僕は見ない方が幸せに生きれるんじゃないと思うし、だからね、うん、言霊っていう言葉ってすごいなって思いますね。なんか言ったことってずっとやり続けると現実になるってほんまやなと思ってで、ね、ちょっと、はい、まあ、これはご意見として普通にあの丁寧にいただいたご意見なんですけども、うん、ちょっとアーティストさんのまあいろいろエピソードあるじゃないですか、はい、でちょっとそこでマイナスのこととかもあったりして、うんうん、でもこのことはあの分かっておいてほしいっていう人もいるんですよ。で僕は調べないでしょ、はい、そういうこと、はいはい、一切調べないでやるんで、ね、でこのエピソードについては語ってほしいってやるんですけど、うんうん、僕ねあのアーティストさんのマイナスエピソードは絶対言わないんで、世の中では言わない、うんうん、あそこの事実としても言わないですし、その、まあ、今こんだけこの拡散がそこそこするわけじゃないですか、うん、でその中であのもしご本人が見てたら、そうですよね、どこで同盟に触れるかわからないんで、ね、今それを掘り返す、はい、掘り返さんといてくれよっていうことがあるかもしれないでしょう。だから僕はもう扱わないって決めてるんですよ。だからこれはねいくら言われてもやできないかなと思ってるんですよね。なかなか、まあ、そういうたまにいただくんですよ、そういうご意見が。こういうエピソード、こんなにこの人は苦労したんだからこれちょっと取り扱ってよって言うんだけど、うんうんうん、でもそれって本人からしたら、ご本人からしたらそんなこと今更掘り返すなよって。そうですよね。もし見てたら思うかなって。で僕は自分がそのアーティストやったとして自分が嫌やなと思ったことやらないって決めてるんで、まあ、逆の立場で考えたらっていう話ですよね、うん、だから、まあ、まあ比較的こう楽しくふわーっとやってるんですよ。だから、まあ、いわゆる動画全体がそうなってると思うんですけど、この動画の、まあ、雰囲気的にエンタメですよ。そう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 、エンタメでございます。エンタメなんで、はい、あのなんかそのなんかこうもっと分析して科学的にどうたらとかっていうところに、まあ、特化してないっていうところがありますんで ね、はい、あんまりその過激なことを、うん、僕自身があんま好きじゃないっていうのもある、うん、もう楽しくやりたい。なんかこう私たちの精神衛生上あんまり良くないんですよ、そういったマイナスのことを。しかもこれ毎日投稿してるっていうのをずっとやり続けているんで、やっぱり毎日これ暴露やったらどうするよ。そうですよ、大変ですよこれ。あのそうネタ提供する側も大変だし、見る側も疲れてくるんで、アンチもなるしな。やっぱりこうあの毎日楽しく続けようと思ったら、まあ、あの視聴者さんにねやっぱりこう求める内容だったりとか情報っていうのを提供するのはもちろんのことですけど、我々のそのね心の環境的にも、うんうんうん、あの楽しく続けたいと思ったら楽しいこといっぱい言う方が楽しいね。そうそうそうでまあ一番はこの見てる方がね、はい、幸せになってくれたらいいかなと。ちょっとでもね、うんうん、あんま 1% でもええんで、うん、あちょっとこの動画見て、うんうんうん、あちょっとほっこりできたなとか、そういう風に思ってもらえるのがいいかなと思ってます ね。僕はもうそれが何よりですからね、うん、だからうん、面白いです、笑いましたとかいうのは僕は嬉しいですから。そうですね、笑われるの好きなんで。もう多いね、吹きましたとか、多いに面白かしく見ていただいて、うちのねオリジナル曲をよくいじっていただきますけど、そうです、ね、もうキャベツがどうたら答え言うて私がいらんこと言うたかばっかり、みんな聞きながら俺めっちゃツッコミしてるんですけど、おいおいおい言って刻まれたっていう歌詞があるんですけど、 そこでみんなあのエピソードをね私がこう聞いた時に、初めて聞いたエピソードがあったんですよ。もうその当時はねキャベツばっかり刻んどってみたいな話をした時に、あだから刻まれたっていう歌詞があったんだねとか思って、コウさんにあの刻まれたキャベツ刻んどったんですから、ね、ちゃうわー言われて、でそっからその歌詞があの出てくるたびにみんなキャベツのね絵文字がポッポってねとかキャベツとかね、オールナイト関西のプレミア公開で毎週やってるオールナイト関西、はい、エンディングでその曲を流してるんですけど、いつもその曲を流すとね、キャベツの嵐ですよね、うるわーとか思いながら、でも全然怒ってないですけど、もうあのツッコミは入れてます、あれ、もうあの大いにいじっていただきまして、いじられるとこっちも楽しいんでね、うんうん、そういうなんか面白いいじりはもう全然いいんで、まあでもあの、はい、なんていうんですかね、この動画を見て、まあ、私たちが、うん、まあ、プラスの側面からいろいろアーティストさんを見て、うん、ああだこうだっていうふうに、まあ、あの話するじゃないですか、うん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 、なんかそのスパイラルに入ってくると周りの視聴者さんもあの、うん、こういうところがもっとすごいんだよとかってエピソードを出してくれるんで、それであのいい見方で深めて 見れ、うんね、見ていけたらなっていうふうにね。このでもやり方僕正解やと思ってて、今その僕らのそのコメントくれる人いるでしょ、うん、でコメントくれる方がみんな大人、ね、できてるし、で詳しいし、うん、丁寧やし、うん、
なんかむっちゃちゃんとしてるやんと思ってでもコメントのやり取りであ勉強になりましたっていうやり取りをね、そうそうされてる方がねすごい丁寧にコメントしてるから、ね、そうなんですよ、素晴らしいな思って俺やっぱりそういう風になってきたっていうのはもう私たちが本当に、うん、あのまあただひたすらけなさないっていう方針でやってきたっていうところが一番大きいんで、うん、だからその視聴者さん同士がもうこういいようにこうもっともっとこうこの番組を面白くしてくれてるっていうのがね、うん、ありますんでね、人間なんでその 100% じゃないじゃないですか、うん、そうですよ、絶対 100% なんてないっていうことは、じゃあ絶対どっかけなさなあかんくなるでしょ、うんうん、それってどうなんて、うん、それをわざわざさやる必要どこにあんのって僕は思う方なんですよ、うんうん、それだったらすごいところ伸ばすというか、うん、アピールした方がいいやんねっていう、そうですよ、ね、まあ、単純な考えなんですけどね、はい、うん、まあでもそもそもの話、うん、私たちそんなあのプロの方をけなすだなんてっていう立場の人間でございますので、もう言ってそのだって2年前まで誰も知らんかったわけなんで、僕ら2年前なんでそんなもうなんかわけのわからんおっさんとわけのわからん、ね、そうそうそう、姉ちゃんが喋っとうわみたいな感じをね、でも漫画やっとる言うてもね、あの全然知名度もないね、はい、あのそうですよ、ほんまそのスーパー銭湯で営業してた時はもう客が1人とかゼロの時もありましたから、はいはい、そうですよ、はい、そんなんで言える立場ではないですし、だからなるべく楽しい話やったらしていこうかなと思うんですけども、うん、でまあまあ我々結構そのガチでやりたいんで、うん、その自分があんまりあの反応できへんなっていう曲は逆にやらないんですよね、あガチでもうどっちかがガチです、あこれ好きやろうなっていうやつしかやってないんですよ、それはね正直にやってますね、はい、もう無理やり合わせないですね、はい、僕は、まあ、あの嘘はついておりません、うん、動画で一切我々本当ガチでかつ適当なんですよ、はいこれね、でも僕適当がええんかなと思います、その感覚でやるでしょ、まあ よく言えば緩くやってるっていうことですね、でこれ台本作ってこの人をじゃあこの風に分析するぞってやっちゃうと白こいね、そう、絶対ねわざとらしいね、吸った感が出るんですよ、喋ってる内容が、うん、か棒読みになるかとか、なんかすごいこびてる感じに見えるのよね、うん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 、なんかね、うん、白子ってこれ表現かもしれないんで、あのわざとらしい、白じらしいとかね、それ大阪で白子言うんですけど、なんかこうね動画でやってもこう台本通りにやってもうほんと白子ですよ、ええ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 、だってもう一回聞いて知ってるやつをもう一回やってそれに驚くわけやろ、白子やんそれ、わーとかわーとか言って、なんかアメリカ人みたいな感じのわーおーみたいな手よく使う、手よく使うみたいな、だから僕らはその時のその反応とかもその時のテンションで変わってくるし、毎回同じテンションの反応じゃなかったりする、ね、これガチでやってるんで、いやいやもう私あの演技で引き笑いなんかできんのいや、うん、いや言うてね、うんうん、あんなんできねえとてこれねガチでしかやってないんでその本当に初めてランさんとか特にね、僕はたまにリサーチで聞く時あるんですけど、はい、まあ、ランさんとか特にその初めてとかもぶつけ本番なんで結構内容すら言うてないんでねそうなんすよ、ランさんにはもうその時こうやって会った時に今からこれやるではいポチって押すんで、ね、もうそれぐらいガチなんですよ、すごいでしょ、ぶっつけ毎回本番なんで、うん、まあ私もねなんかそれじゃないと無理なんですよ、うん、演技できないんで私自身がね、うん、いやーとかそんなにできないんで、まあこういうのやってるからって言って、まあいろんなねこのまあちょっと大物歌手の方にもお会いしたりとかありましたけども、はいはい、別に僕そこにそのアーティストさんにこびるつもりも全くなくて、うんうん、もうただ単に自分らが好きなことを好きだとか、はい、いいなと思うこといいなっていうのを、はい、まあ、感覚的に発信していくだけなんで、はい、うん、もう下心ゼロですよ、下心はもう全然ないです、はい、別にぶら下がる気がないんで、っていうのもそこはね僕 YouTuber として将来自立したいなとあるんですよ、うんうん、自分の力でこう自立できたらいいなと思ってるんで、なんかねそのまあいろんなアーティストについてぶら下がって、まあそれも必要なんですよ、その知ってもらうためにはある程度やらなあかんねんけども、はい、それだけじゃいかんよねっていうのがあって、だから今その合間にこう、はいはい、しょうもない動画を、うんうん、ちょこちょこっと入れてね半分ぐらい差し込んでるんですよ、はいはい、自分たちのことそれはもう見られなくても差し込んでるんで、それはそうなんですよね、自分たちのこともやっていかないとっていうのがあって、うん、なんかこうあまりにも ねこう、うん、このアーティストがバーってこう毎日ぶら下がってもねっていう、なんかそれもなんかちょっと白濃くなってくるから、まあなんかなんてあからさま感が出てきますよね、頼りすぎやろそれにみたいな、うん、そこら辺ってやっぱり視聴者さんって意識はしてなくてもなんとなく思ってしまうとこあるじゃないですか、うん、ああもうなんかちょっとしらけてもうたなみたいなね、うん、
なんかね、あの、うん、僕らの類似 YouTuber さんも25チャンネルか、うんうんうん、なんかもう結構すごい数になってるんですけど、はい、そこちょっと考えた方がいいかもしれないね、うん、そうですよね、こうやりすぎはあかんでっていう、再生されるからでってそればっかり出すとか、そうそうそうとかちょっときついんですよ、結構それをされると視聴者さんって冷めちゃったりはするじゃないですか、毎日それでいくとあかんか、ね、こうだ、ね、でこうバランスなんですよね、塩梅ですよね、視聴者さんって意外とね、よう見てるんですよね、見てらっしゃるんですよね皆さんね、うん、細かいとこ見てるわとか思いながらだからもう私らちょっといろいろね、なんか考えながらせやんとあかんなと思って、皆さんをこうね継続して楽しんで見たい、見ていただくためにね、本当にね、まあ僕らはその誰々に会えるからとか言ってやってるっていうのはもともとないんで、なんかこう楽しくやってたらね、逆になんか多分それが良かったんやろな、なんかあのなんかこいつら好き勝手にやってんなっていう多分そうやで、見てる方からしたら何や好き勝手に好き勝手に、ただでもこいつらけなせへんよねみたいな、多分それがその田中正幸さんの時の、ね、あの意見やと思うんですよ、やと思います、で結構好き勝手やってるじゃないですか、好き勝手喋ってね、田中正幸さんとそのやる時も、はい、まあ、動画、まあ、カメラ回せへんのかいなって言われたから、うん、ああじゃあ回しますみたいな感じで緊急やったんで、うん、はい、まあ、あれ もうノーカットでそのまま出してますからね、はい、何の編集も入れてないですよね、何の編集もなしでテロップちょっと入れましたぐらいで、うん、そうそう、ほんともうね、そんなんなんでもうガチで、そんなにその動画の作り方にあんまり作り込みはせんとこうかなと思ってるんですよね、まあ、でもそこがいいって言って皆さん見ていただいてますんでね、普通に喋ってる感じで、はい、だからあんまりこう構えずにゆるくこう、あまたやっとるわみたいな感じで、はい、見たいやつだけ見てくれたらええと思います、そう、ね、まあ、最後に毎日見ては言うてますけどね、はい、そんな毎日見んでも大丈夫ですか、はい、なんですかね、あの挨拶みたいなもんですよ、うん、さよならみたいな感じで毎日見て言うてるだけなんで、そう、はい、まあ、だからアーティストをけなしたりとかまあね、その視聴者さんをけなしたりとかもまあ一切しないんで、まあ、たまにそのなんか面白いアンチがいた時はちょっと絡んでやろうかなと思うんですけど、うん、今のところ面白いアンチいないんで、まあ、それもないんで、まあ、なんかそのね、あの往年のすごい方たちを、うん、まあ、私たち目線で見たらこんな感じで見えましたっていうのを楽しんでいただけたらなっていうふうにね、なんか底辺ミュージシャン目線というか、ね、そうです、底辺ミュージシャン目線で、ね、目線で言うとこうなってますこうなってます、ほんまそうですよね、そういう、それはほんまガチでやってるんでそうですね、何の作りもしてないんで、はい、だからその毎回テンションが変わるんですよね、それしゃあないことやもんな、ね、だってほんまのそのガチでやってるから、はい、それは毎回テンション変わるわなっていう話なんで、毎回ずっとハイテンションかって言われたら、うん、そうそうそう、ね、あのちょっと普通になってる時もありますし、そうそう、同じアーティストの曲でもその曲によって変わったりもするし、はいはい、まあ、それも生々しくやってるんで、はい、生々しい、まあね、そういう 生々しい感じで、まあでもあのその誰々をけなすというのは僕はあんま好きじゃないんで、うんうん、今後も一切やらないと思ってます、はい、ということでこれぐらいして終了したいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします、ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。